バニハッハバニハッハハニバニハッハバニハッハハニバニハッハバニハッハハニでイースター。どうも、つねです。皆さん、お久しぶりです。今日はですね、4月入ってもうそろそろ4月終わってしまうんですが、4月といったらイースター、ハッピーイースター。はい、ということでですね、今日はですね、こちら、じゃん、この卵を、じゃん、靴下、これ、まあ綺麗な、まあいらなくなった靴下で、もう洗ってるんで綺麗なんですけど、匂いも全然大丈夫です。なんで綺麗なこの靴下の、もういらないんですけどね、この靴下の中にこの卵を入れて30分間こう、果たして卵の中身はどうなるのかっていう実験をしていきたいと思います、うん、ということでですね、早速30分間卵をぐるぐるしていきたいと思います。ではまず靴下の中に卵を入れていきます。こんな感じです。こんな感じ入ってます。はい、でこれをぐる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 こう回していきたいと。30分間いきましょう。レッツゴー。さあ始まりました、30分間くるくる。ここにカスってなった。この動画がもしよろしければグッドボタンを、パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターの方もやっておりますので、ぜひそちらの方もフォローの方をお気軽によろしくお願いします。それではバイバーイ。